はい、皆さんこんにちは、高橋です。すいません、ちょっと今日は野外なんですけど、皆さんにね、また一つ面白いセミナーをね、ご連絡しようと思いまして、動画を撮っております。4月のこれ第3週第4週の土曜日の夜を使ってですね、毎月ですね、こう一つのテーマに絞ってオンラインセミナーっていうのをやっております。で、今回はですね、非常にこう多くの方から好評をいただいて、かつ、いろんな人たちがですね、弓の引き方の向上を改善、良くなったという、嬉しい報告とかたくさん出てる中で、今年私が一番の大きなテーマにしているものがあります。それが姿勢の感覚を変えることです。姿勢感覚っていうのは、ちょっと私の造語なんですけど、ざっくり言って胴作りの、使い方ですね。はい、その背中の伸ばし方とか胸を開くとかあると思うんですけど、胴作りの感覚、自分たちの持っている胴作りの、体の状態をですね、根本から変えるセミナーっていうのをやる予定です。これ告知は明日ですね、この内容についてご連絡したいと思います。つまりどういうことかというと、これも初めての人からもうぜひお勧めしたいのですが、指の引き方を変えたければ、弓道の実力を変えたければ、もうあなたの体、姿勢自身を根本から変えてくれっていう、もうそういう話なんです。今まで姿勢をこう正して、こう弓を引いている、背中を伸ばすということを皆さんやってたと思うんですけど、実はその背中を伸ばすという単語がもう非常に奥の深い意味を持っているということで、皆さんにね、これは何とし、皆さんにね、ぜひね、こういう世界があるんだということをね、教えたいんですね。強い弓が引きやすくなる、すごく落ち着いて的が見れるようになる、貝がね、しっかり安定して持てるとか、落ち着いた状態でですね、所作であったり、そういう動作ができる、それは全部ね、姿勢が含まれる、もう最初の構え方、このね、構え方を順次、どんどんベストな状態に変えていく、変えていく状態、方法っていうのを、ね、お話ししています。メインとしては、姿勢の整え方を変えて、感覚を変えて、そしてその後に、これで弓を引いてみましょうってやったら、第3取りやすくなるは、引き分け取りやすくなる、回がやりやすくなるって、もういいこと続くなんですね。で、っていう方法があるっていうのをこうお話ししておきます。ですので、今回、皆さんに、明日ですね、明日、明後日あたりにちょっとね、告知したいと思います。このね、理論弓道オリジナルの、あなたの姿勢の感覚を根本から変えて、弓の引き方を良くする。セミナー、第3が取りやすい、手首の力が容易に抜ける、背中が伸ばしやすい、最初の構え方がすごく落ち着いたといった、さまざまなやり方をですね、さらにアップデートする方法ですね。ぜひね、皆さん、弓道を使ってですね、弓を使ってですね、新たな世界を踏み開いてほしいんですね。その手助けをですね、私がぜひしたいと思います。ということで、本日はですね、この新しいセミナーをちょっとやる予定なんですけど、姿勢感覚を変えるということを理解してですね、セミナーをやるっていうちょっと内容を理解しておいてください。ちょっとね、それにまつわる動画をね、下に貼っておくんですけど、私が37キロの弓を楽に引く、今も引いてるんですけど、引けるようになった、驚愕な胴作りの付け方っていうね、これも同じ足の踏み方なんですけども、その使い方が千差万別で全然違うよっていうね、弾き方をですね、お話ししたいと思っておりますので、皆さんよろしくお願いします。ということで以上になります。ありがとうございました。